マッパムとは、かつて、イスラエルに存在した、サハ政党。現在の、メレツの前身。1948年1月決闘。メーデーでのマッパムの集会ユダヤ人の身を構成員とする政党の中では、最サハに位置する政党であった。労働シオニズム、パレスチナとの融和、共存、マルクス主義に基づく政策などを掲げていた。労働オニズムを掲げる政党としては、 マパムの他に、イスラエル初代首相ダビド・ベングリオンが所属していた、マパエがあったが、マパムは、マパイよりも左翼に位置していた。また、親ソビエート連邦政党であり、その点が、マパイとは異なっていた。もともとは、マパムもマパイもイスラエル建国の大板前までは、ポアレツヨンという一つの組織であったのだが、組織の理論的指導者、ベルボロコフの死後、右派と左派に分裂する。 後に右派がマパイとなり、左派がマパムとなったと考えるとわかりやすい。1949年のクネセト第1回選挙では19議席を獲得する。しかし、この19議席がマパムにとっての最大獲得議席であり、これ以降統制は衰退し始め、総選挙の度に議席を減らしていく。最終的には、年にラッツと、 死ぬいという政党と交流し、新政党、メレツを旗揚げし、現在に至る。現在、メレツの議席は120議席中のわずか3議席であり、多くのイスラエル国民の支持を受けているとは言い難い。しかしながら、メレツ、旗揚げ以降も、マパム時代からの左翼的信条を受け継ぎ、ピースナウなどの市民団体と共闘し、イスラエルとパレスチナの平和共存を主張している。 ありがとうございます。